体毛の黒い個体。体毛の色彩は違うが、顔や獅子の先端が白いのがわかる。白テテナガザルは、霊長目、テナガザルかテナガザル属に分類される猿。馴染み深いテナガザルの一種で、多くの動物園で見ることができる。特定動物。中国南西部、インドネシア、カンボジア、タイ、ベトナム、マレーシアミャンマー東部本州の体毛は、 部位により黒に近い暗褐色から泡褐色まで多岐にわたる。これは亜種や地域には関係なく個体変異の範疇である。黒い顔の周りを白色の毛が輪のように覆っている。獅子の先端部も白色であることが和名の由来。体色、体サイズに精差はほとんど見られない。他の手長猿と同様長い腕を持ち、尾はない。 白テテナガザルには5アッシュが存在する。中高生、樹上生で、熱帯雨林に生息している。地上に降りることは滅多になく、長い腕を使い樹から消え、腕渡りをする。針型の手で、振り子のように弾みをつけ、勢いよく、枝から枝へ移動する。一歩一歩のつがいを形成し、このペア関係は生涯持続する。家族集団は固定した縄張りを持ち。 吠え声で威嚇することで、他のテナガザルを自分たちの縄張りに寄せ付けない。主要な栄養源は果実で、その他に葉や目、昆虫類も食べる。他のテナガザルと同様、妊娠期間は7ヶ月で、通常は1子3である。子供は約2年間授乳され、およそ8年で生成熟する。野生下での平均寿命は25年と言われる。天敵として、ヒョウ。 運票アジアゴールデンキャットがいる。国際自然保護連合のレッドリストにて、絶滅危惧アイビー類に指定されている。エンデンジャーのメディアを再生する白手テテナガザル。白ロテテナガザルはシュズの脅威にさらされている。食肉のために駆られたり、子供をペットとして捕らえるために親が殺されたりする。最大の脅威は居住地の喪失である。プランテーションや畑、 人間の居住地創設のために、東南アジアでは森林伐採が猛スピードで進んでいる。国立公園や自然保護区も存在するが、監視が行き届いていないのが現状である。エビーグローブス、コリン、ウィルソン、D.E., アンドリーダー、D.M., エド、ママルスピーシーズ・オブ・ザ・ワールド、ジョンズ・ホップキンス・ユニバーシティ・プレス、ピアニッシも179から180。 ISBN 0から801882214ガイズマントーマスギボンシステマティックスアンドスピーシーズアイデンティフィケーション2006年4月13日閲覧ブロックルマンアンドガイズマンハイラベイツラー2014 IUCN レッドリストオブセレットオンドスピーシーズ IUCN 2014リリーブドオン14オーガスト2014ありがとうございます